はい、こんにちは、TA です。今日はですね、アシックスについて見ていきたいと思います。先日ですね、株式取引を得意とする人たちの集会に参加しました。で、その時にですね、アシックスという企業ですね、銘柄の話が出てきたんですね。今、動画撮ってるのは2015年の9月20日日曜日なんですけれども、9月18日の金曜日にですね、アシックスは買いだよねというような話が出たんですね。でもその時は深く理由聞かなかったんです。なんで買いなのかなと思って私はいろいろ調べてみたんで、その調べた結果をですね、ここでお話ししようかなと思います。前回に引き続いてですね、何らかの儲けの種になるんじゃないのかなと思ってます。はい、これがですね、カブタのページですね。いつも通りカブタのページです。ここが9月18日金曜日ですね。アシックス買いだよねと言われた通りですね。要線になってるんですね。すごいですよね。この要線を取ったという方なんでしょうね。さすが株式取引を得意とする人たちですね。こういった要線を取ることができるという話ですね。出来高が急増しているということなので、何らかのニュースがあったんでしょうね。というわけでですね。はい、ここは先ほども見ていましたカブタのページのアシックスですね。7936アシックスですね。このニュースっていうところをクリックしましてですね。で、9月18日なんで、9月17日にですね、そういった何らかのニュースが出たんだろうなということで見ていきたいんですけれどもね。ここでしょうかね。9月17日の15時なんで、引けですね。引けた後、業績予想の修正に関するお知らせが出ています。中身見てもいいんですけれども、ここにですね、もう書いてありますね。アシックス、今期計上場 6% 下方修正。で、その後にですね、その理由も書いてありますね。アシックスは下方修正を発表。ブラジル子会社の原価率上昇や国内構造改革の一時的損失計上が響く。アシックスは下方修正を発表しました。で、子会社の原価率上昇とかですね、一時的な損失計上が響いたためにですね、今期経常利益 16% 下方修正ね、最終利益が 38% 下方修正になりましたってことですね。それは分かりました。理由は分かったと。出来高が急増した理由は分かりました。それはそうですよね。利益、経常利益 16% 下方修正ね、最終利益 38% 下方修正するんでしたね。それは当然、出来高増えると思うんですけれども、これでも不思議ではありませんかね。これ下方修正したんですよね。それにもかかわらずですね、これ陽線ですよね。ギャップダウンしたのギャップダウンしたんですけれども、その後株が上がってるんですよね。これが不思議ですね。普通怖くて投げてしまうところなんですけれども、これを買いに行けるかどうかってところが、儲かるかどうかの差なんでしょうね。というかですね、そもそもアシックスという会社にですね、注目しなきゃいけないんですけどね、そこが一番重要だったりするわけですけれども、注目した後にですね、売るのではなくてですね、ショートするのではなくて、ロングですね、買いという選択肢を持つということが必要だったわけですね。これでも買えますかね。こんないきなりギャップダウンしてね、大幅に下方修正したにもかかわらず買いに行けるというのはですね、何らかの理由があるはずだと。と言ってもですね、自分で考えるよりもですね、人に考えてもらう方が楽ですので、そういった場合はですね、掲示板を見るのが一番だということで、はい、ここはですね、テキストリームですね、Yahoo ファイナンスの掲示板ですね、見ていきましょうね。7936A6 ですね。これ Yahoo 掲示板なんですけれどもね、人気のメーカーですとですね、投稿数がものすごいわけなんですよね。正直あまりにもね、いろんなことが書かれすぎていて、読むの大変なんですけれども、A6 の場合はですね、そんなに駆け込まれているわけではないんで、有用な情報もですね、しっかりと残っているんですね。そのためですね、掲示板を読むというのもですね、一つの手なんじゃないのかなと思いますね。じっくり見ていきましょうということで、これ新しい方から順に書いてあるんで、どうしましょうかね。上からの方から読んでいきましょうか。19日なんで、この急落した後ですよね。ちょっと下がっていきましょう。で、注目すべきはここですね。9月17日23時02分。先ほどですね、先ほどのチャートはですね、9月18日でしたんで、9月17日というのはこの18日の場が開く前ですね。Yahoo掲示板にこんなこと書いてあるんですね。売上高は情報修正。コストは構造改革に一時的な問題ないよと。9月17日の23時2分なんでね。場が開く前にこういった情報が書かれてますね。ほぼ答えなんじゃないのかなということですね。すなわち、経常利益が
下方修正いたしましたと。で、今期最終もですね、下方修正しますけれども、売上を上方修正しているんですね。で、ここですね、コスト、確かに利益下がってるんですけども、これはですね、まあ、一時的なものなんで、まあ、下方修正ということでですね、大きくギャップダウンしたんですけれども、まあ、その後ですね、こんな風にして上がってきたんだろうなということですね。まあ、こんな風にしてですね、まあ、Yahoo掲示板を見るというだけでもですね、まあ、情報というのは手に入れることができるわけですね。まあ、本当はですね、Yahoo掲示板の情報だけではなくてですね、決算書ですね、ちゃんと見た方がいいんですけどね、というか普通は見なきゃいけないんですけれども、まあ、ちゃんと読んでみてですね、判断できるという人たちであればですね、ここら辺で大きくですね、買いを入れることができるというわけですね。というわけで以上、TA でした。